国際事務所部 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林、アイスの目の前でタイトル初防衛を狙うチャンピオンセレス小林です。奪還を狙うチャレンジャーヘッスロハス、この試合はデンマークのオベ・オベッセンさん、パナマのメダルド・ビジャラボスさん、タイのピニット・プレアードサプさん、この3人のジャッジが採点します。レフリーは初来日、今日が世界戦17試合目となるプエルトリコのルイス・パボンさんです。では WBA ルールを確認します。3ノックダウンシステムです。偶然のバッティングにより試合続行が不可能になった場合、序盤4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降は試合が止まったラウンドも含めての採点によって勝敗が決します。さあ、セレス小林の初防衛戦、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、長丁場の12回戦、まもなく第1ラウンドのゴングです。今横浜アリーナに乾いたゴングの音が響き渡りました。白のトランクス、サウスポースタイルがチャンピオンのセレス小林です。そして黄色と青と赤、ベネズエラ国旗のトランクスが挑戦者のヘッスロハスです。ロハスは右のオーソドックスタイル、そしてサウスポースタイルがチャンピオンのセレス小林、じりじりと前に出ます。初防衛戦となりました。セレス小林前に出ていきます。ロープを背にしているのがチャレンジャーのヘッスロハスです。ファイティング原田さん、はい、前回3月はこの踏み込みからのボディーブロー、今左が開きましたが、ね、これで活路を見出しました。今回もですね、はい、僕はやっぱりボディーからですね、はい、非常にストレートのボディーですからね、はい、ストレート見えアッパですか、そして浜田剛さん、はい、まあ、セレス小林は、まあ、格好がいい試合、あるいは綺麗な試合は自分にはできない、だから気持ちでいくんですというセレス小林なんですね。それが信条な選手ですからね、はい、それでそのフリーブローに1ラウンド目から出てますよね、はい、相手をコーナーに詰めようと、ね、はい、それが一番ロハスの嫌がることなんですね、はい、リング中央というのはやっぱりロハスのことですからね。中面へ、あ、やばっ、飯田さん、はい、その初防衛の緊張感というのはセレスずっとこの入場からご覧になっててどうでしたか。まあ、でもいい緊張感だと思いますね、はい、はい、硬くはなってないんで、硬くはなっていない、はいはい、いいと思いますよ。さあ、ボディーブロー、左ナイスパンチ、ファイティング原さん、この一人のボディーブローですよね。それから右フックを返すですね、はい、とにかく自分のスタイル、踏み込んでボディーブロー、これを貫きたいというふうに話していたチャンピオンセレス小林です。ヘッスロハスも右のボディーブローを返してきました。リング中央です。前半からいいですね、あれ、はい、後半いきますと効きますからね。ファイティング原田さんはそのチャンピオンの緊張感、プレッシャーというのはどういうふうに見ますか。僕見せたんですけどね、非常にリングに上がった時でもですね、はい、国家やってる時でも非常にリラックスしたんですね。そうですか。非常に緊張感解けてるような感じがしました、はい、ね、今レフリーのルイス・パボンがチャレンジャーのヘッスロハス、チャンピオンの足を踏んだという注意がありました。さあ、打ち合いになる、あと左が当たった、ロハスの左が当たりました。ちょっと打ち終わったところを打たれましたね、はい、まあ、そういう打ち終わり、相手のガードが下がった瞬間、はい、そういうところがロハスのうまいところなんですね、はい、落ち着いた表情です。白のトランクス、今一瞬フェイントをかけたセレス小林です。また踏み込んでボディーブロー、今度は画面へ左です。ロハスも気合い満々です。厳しい表情です。第1ラウンド、まもなく第1ラウンド立ち上がり、残り30秒になります。右を出していきます。前に出るセレス小林、ニュートラルコーナー付近です。ヘッスロハスも左を出してきた。ロハスはどちらかというとカウンターパンチャーです。飯田さん、はい、相手が出てくるところに左を合わせてくるのうまいですよね。うまいですね、当てるのは本当にうまいですね、はい、ボディーブロー、左のボディー、セレスのボディーブローをヒットしています。今度はロハスが左を打ってきた。ここで第1ラウンドの音、ゴングの後にちょっとレイトヒット気味のパンチがありました。トーストの焼き加減にこだわるように、パンの選び方にもこだわりたいと私は考えるのでした。タイトルマッチ、チャンピオンセレス小林の初防衛戦、放送席にはファイティング原田さん、そして飯田聡さんに加えまして、
浜田剛さんにも加わっていただいています。よろしくお願いします。まず浜田剛さん、はい、チャンピオンの立ち上がりどういうふうに見ましたか。いい立ち上がりですよ、はい、相手がコーナーに詰まる、ロープに詰まる、はい、一番嫌がることですからね、はい、それを1回目からできてますから、はい、それで、ちょっと打ち終わり油断しないことですね。打ち終わり、はい、一発左のカウンター気味のをもらった場面もありましたからね。ですから、まあロハスの場合には、はい、打たれながらも必ず打ち返すところありますからね、はい、その打ち割りを気をつけることですね、はい、ただ出だし、いい出だしですよ。あっと左、そして右です。ロハス、今度はロハスが前に出てきた。ロハスが接近、左を返し、チャンピオン、左を返してきました、チャンピオンです。飯田さん、はい、飯田さんは実際に98年このヘッスロハスと対戦の経験があります。そうですね。ロハスというのはどういうボクサーなんですか。やっぱりまあ、パンチ当てるのはうまいんですけれども、はい、その流れの中で、ジャブを2つついてきたりとか、はい、打ち合うときはもう打ち合いにも来ますからね、はい、そういう老快さも本当にズバ抜けていると思います、はい、村山さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、挑戦者ですね、はい、目や肘を使って非常にフェイントをかけてきているというふうに、はい、セレス選手言ってますね、それについてあまり惑わされないようにという三浦トレーナーの指示です、はい、飯田さん、そういったテクニックもうまいんですか。そうですね、思い切って打ってくるっていうことが少なくて、はい、知らないうちにパンチをもらっているみたいな感じがありますね、はい、でもそれは逆にセレス小林もできるんですよね、チャンピオンの方も。なるほどね、はいはい、セレス小林はこの挑戦者ロハスの印象としては相手の長所を消す怖さ、うまい怖さがあるというふうにチャレンジャーのロハスを表現しました。さあ足が止まっての接近戦、村山さん、はい、チャレンジャーサイドなんですけれども、まあ、1ラウンドちょっと巻きすぎた感があるとトレーナーは話しています、はい、左から右のボディ積極的に自分から打っていけという指示が出されました。ファイティング原田さん、はい、その指示通りこのラウンド立ち上がりはチャレンジャーが出てきました、そうですね、はい、おそらくですね、年の子からスタミナから見てでもね、はい、前半ぐらい勝負してきてるんじゃないですかね。あ、前半ですか。僕はそういうロハスはそういう感じだと思いますけどね、はい、37歳のベテランチャレンジャーのヘッスロハス、一方28歳のチャンピオンセレス小林は初防衛戦です。さあまたセレスが、小林が距離を詰めていく、左のボディーブロー、やっぱりああいうとこうまいですよね。しかしね、頭を引っ掛けたりね、はい、今うまく右手を、使いました、チャレンジャーのヘッスロハスです。今度はロハスのボディーブロー、ロハスが打っていく。さあ打ち合いに応戦する、接近しての打ち合いになる。小林はここでですね、はい、一つの勝負どころなんですね。勝負どころ、はい、打ち合ってる時っていうのはですね、最後ボディーブロー、はい、勝つということなんですね、最後相手に打たれて終わるとどんどんペース乗りますからね、はい、チャレンジャーの左のジャブです。そして右、今度はボディーブローはチャンピオン。第2ラウンド残り30秒を切ります。ロハスも積極的です。左を打ち、今度はあとはボディーブロー打ち合いになった。右ストレートはチャレンジャーです。普段よりもずっと左を引っ掛けたチャンピオンのセレス小林、チャンピオンはね、はい、どちらも積極的、どちらも好戦的です。この試合立ち上がりボディーブローの右、第2ラウンドもほとんど時間がなくなりました。左ストレート、序盤激しい攻防がついています。言いますと身長ではセレス小林が上回っているんですが、リーチは166センチ、同じです。チャンピオンセレス小林は自分は手が短いんです、昔から踏み込みの速さをつけることを言われ続けてきました。リスクは覚悟の上、パンチをもらってもしょうがない、怖くて踏み込まないよりはこれが自分のスタイルなんですと話しています。試合は第3ラウンドのゴンが鳴りました。ファイティング原田さん、はい、そのチャンピオンセレス小林の踏み込みという点は立ち上がりどういうふうに見ましたか。そうですね、マイペースだと思いますよ。マイペース、はいはい、やっぱり、はい、セレス君は、小林君はやっぱりこのまま全然だん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 やっぱり後半に持ってって勝負ですから、スローだ、スローだと思うんです、はい、だからボディは狙いはいいですね、だん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 効いてきますんでね、ボディーブローを積極的に打っていきます、でもヘッスロアスはやっぱり、あと左ボディーブロー、全然もう積極的ですよね、出てきてますから、浜田剛さん、はい、チャレンジャーが立ち上がりかなり積極的ですね、普段よりもやっぱり気合入ってますね、はい、ラストチャンスという気持ちがあるんでしょうね。なるほど、37歳のヘッスロアス、今日が48戦目、自らが明け渡したこの WBA スーパーフライ級のタイトル、自らの手で取り返すチャンスを迎えています。おっと左のアッパーカット、飯田さんはこの積極的なロハス、これは予想していましたか。そうですね、はい、多分セレスチャンピオンの方と、得意な距離が同じ距離なんじゃないかと思うんですよね。なるほど、はい、でそこでやっぱりちょっとチャンピオンナイス、あれですよね、左のボディーフローです、待ちになっているところを先に手を出されている感じがしますね。なるほど、そうしますとこの2人かなり、あっと、はい、ナイスキック、
セレスの左、足は止まった。さあ両者ニュートラルコーナー付近の打ち合いだ。頭を押さえつけるヘッスロハス。そうしますとこの試合飯田さんかなり噛み合うということが予想されませんか。はい、そうですね、まあ、噛み合うというか噛み合わないかどうなるか、はい、距離があっても噛み合わない可能性があるんですか。はい、お互いにその得意な距離が同じという飯田さんの読みがあります。今度はヘッスロハスが左のダブル、今度はボディーブロー、左のボディーブロー打ってきます。セレス小林のボディーブロ ー、ロハスは顔面打ってきます。ロハスの場合は必ず打たれても打ち返してくるんですね。そうですね、必ず打ち返してきます。ヘッスロハスボディーブロー、チャンピオンセレス小林はこのボディーブローを見出して3月にレオガルソを見ました。ミヤ顔面家サンチャイズ、左左フック、ロハスも応戦します。足が止まっています。両者リング中央に戻りました。第3ラウンド2分が経過。あまりフットワークは使いません。両者じりじりとプレッシャーをかけていくのがチャンピオンのセレス小林、迎え撃つのがチャレンジャーのヘッスロハス。下がりながらでもパンチを出してきます。左のアッパーカット、ヘッスロハスです。今プレッシャーをかけて、そしてフェイントをかけてパンチを狙っています。チャンピオンのセレス小林、左のオーバーハンド、チャンピオンのセレス小林です。今度は右をついていきます。距離を測ります。チャンピオン踏み込んでボディーブローはチャレンジャーヘッスロハスです。第3ラウンドも残り10秒になりました。左のボディーブロー、ボディーがよく当たっています。ボディーブロー、強烈なボディーブローです。チャンピオン、そして右を返していく、ロハスの打ち合い。これで第3ラウンド終了です。長女の優香ちゃん、今日もリングサイドでチャンピオンセレス小林を見つめています。パパはいつか負けるかもしれないんだと娘の優香ちゃんにチャンピオンが話しますと、そんなことは嫌だというふうに言われてしまうんだそうです。今回奥さんの智恵さんからは、あなたが効いたパンチで倒れるのではなくて途中で嫌になって倒れたのであれば家には入れてあげないと言われているんだそうです。その家族の見守るリング上、第4ラウンドのゴンが鳴っています。おっと左、大きな左、チャンピオンです。今度は右、ロハスも打ち返してきます。ファイティング原田さん、はい、このあたり中盤でチャンピオンはポイントをうまく取れるかどうかという話をしていたんですけれども、そうですね、まあ、どっちかというと ロハス選手が、はい、結構前半来てますからね、はい、まあ、ここは引き分けぐらいでいいんじゃないですか。なるほど、相手勝負でやっぱり、はい、村山さん、はい、チャンピオンですけれども、控室でその娘さんの優香ちゃんの写真を財布から出してですね、額に1枚当てまして目をじっと閉じる場面がありました。はい、ああそうですか。ワンツーを見せます。チャレンジャーのヘッスロハスです。第4ラウンド、このラウンドはちょっと手数が少ない立ち上がりになっています。踏み込むか、ロハスが打ってくる、リング中央、はい、手数の少ない場面になると、ロハスの良さが生きてくるんでですね。あ、そうなんですか。まあ、きついパターンになっても、押していくと、はい、ローブまで打ち込んでいくというのが必要ですね。やはりチャンピオンとしてはプレッシャーをかけていきたい。そうなんですね、はい、うん、あれがロハスが一番上がることなんですよね。なるほど、はい。第4ラウンドが1分30秒経過するところです。チャンピオンが前に出てくる。ロハスもショートパンチを打ってきました。ボディブロー、ボディブローです。ボディの打ち返しロハス、ボディの打ち合いになる。左ボディの打ち合いだ。今度は左顔面へ、チャンピオンのセレス小林。飯田さん、このあたりの攻防どうですか。そうですね、ちょっとやっぱりロハスの方がローブローっぽいですよね。あ、低いですか。はい、低いですね、ちょこちょこっと今みたいに頭を、引っ掛けたりとか、はい、まあ、ああいうのが嫌なんですよね。試合巧者でうまいんですね、そういったやり方っていうのは。この辺りはその、まあ、反則ギリギリなんですけれども、本当うまいですね。レフェリーに注意される寸前までやりますから。なるほど、はい、またボディーブロー、今のもかなり低く見えました。今度はチャンピオンのボディーブローです。これは当たりが浅かった。第4ラウンド2分が経過しています。第2位、相打ちになります。両者チャンピオンが右を打っていきます。白のトランクス、サウスポースタイルがチャンピオンのセレス小林です。このサイドラインのところには母校茨城県立岩井西高校という染め抜きもありました。今日は地元岩井市からも大応援団、バス10台を連ねての大応援団がこの横浜アリーナに詰めかけています。さあ、左ストレート、ワンツーロハス、ワンツーロハス、2打。ちょっとでも手を止まるとああいう風に、はい、打ってきますからね。一瞬の隙をついてのそのパンチの出し方うまいですね。あ、本当ポイントの取り方とかうまいですね。今度はボディーブロー、
チャンピオンのボディーブローです。こういうところの人たちが第4ラウンド残り10秒になります。レフリーのパポンさんが一旦分けました。第4ラウンドほとんど時間がなくなっています。一進一退の攻防が続きました。第4ラウンド終わっています。バス10台でやってきたという大応援団、黄色一色のスタンド横浜アリーナです。3月にチャンピオンになった後、4月には岩井市内で縮小パレードが行われました。岩井市の市民栄誉賞、茨城県民栄誉賞、そして現在住んでいる東京都荒川区からスポーツ大賞も受賞しました。チャンピオンになったセレス小林の初防衛戦です。チャレンジャーは老快なテクニックを駆使してきます。ヘッスロハス、今度はボディーブローを打ってきた。サウスポースタイルのチャンピオンに対して右構え、オーソドックスタイルのチャレンジャーヘッスロハスです。おととい行われたルールミーティングで国際ジムチャンピオンサイドの高橋会長が、そのヘッスロハスが足を踏んでくることがあるので、これを注意してほしいとファイティング原田さん話をしていましたね。サウスポーはどうしても右足が一緒ですからね、右足と左足がね、はい、だからどうしても僕らもよくやられましたよ。あ、そうですか。はい、あとこれはテクニックですよね。まあ、ですからチャンピオンの右足とチャレンジャーの左足、その距離が近くなっています。そうですね、はい、ずるい人はそれを仕掛けるなりしますよね、踏んづけたり。試合は第5ラウンドに入っています。序盤は一進一退の攻防が続いています。 WBA スーパーフライ級タイトルマッチ、おっと左、チャレンジャーの左です。そして手数を出してきます。村山さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、やはりチャンピオンのボディを相当気にしているようですね。そうですか、はい、そして自分でボディ、そしてアッパーが有効だぞという指示が飛んでいます。はい、飯田さん、はい、ロハス そのスタミナという点はどうなんですか。いや、最近やっぱり後半弱いと思うんですよね。なるほど、はい、今日も徹底的にやっぱり前半からボディ攻めていきたいと思いますね。はい、チャンピオンセレス小林もおそらく7ラウンド以降チャレンジャーロハスはスローダウンしてくれだろう、はいはい、ですから5ラウンド6ラウンドあたりでしっかりポイントを取っておきたいんだという話をしていました。さあボディーブローだ、チャンピオンのボディーブローロハスも打ち返してくる。だからこれペースダウンですね、はい、休ませてるとならないわけですよ。なるほど、はい、だからリング中央で、ゆったりすると、まあ、ロハスのペースになっていくんですね。まあですから、はい、打ち合って、ライト後ろに下がらさせるという状態を作りたいところですね、はい、下がっていけばそれだけそのスタミナの消耗というのも浜田さんどうなんですか。いや、ありますよ、はい、精神的にもプレッシャーかかりますからね、ですからチャンピオンとしてはなんとかプレッシャーをかけ続けたい中盤です。第5ラウンド2分が経過しました。リング中央ワンツーの打ち合い、今度はロハスも打ち込んでくる。あっと今度はちょっと頭をの後ろに腕を回して、もう反則スレスレのプレーです。しかし弱いですね、相手は、ね、はい、打たせない、自分で打ってすぐクリッチですよね、はい、ボディを狙っているロハス、ボディーブローチャレンジャーのロハスです。赤コーナー付近、今度はロハスがカウンターを狙っている。チャンピオンがボディを打った、そして顔面へ左、チャンピオンの左、さあ足が止まる、打ち合いになる。第5ラウンド残り30秒になりました。ワンツーはチャレンジャーです。距離が詰まります。ボディーブロー、チャンピオンのボディーブローです。今度はボディー、懸命にボディを打ち続けます。チャンピオンのセレス小林、まずも必死ですね。そうですね、第5ラウンド残り10秒を切りました。またボディーブローはチャレンジャーです。第5ラウンドも時間がなくなった。最後にチャレンジャーのボディがヒットしたところで第5ラウンド終了です。対戦しました元世界チャンピオンの戸高秀樹から、このチャンピオンセレス小林へのアドバイスとしては、タイミングを外したパンチはみんな当たったということでした。そして11年前の90年に対戦した国際ジムの先輩レパード玉熊さんからは、ロハスにはショートアッパーがよく当たった、しかし当たっても連打までいかない、非常にやりにくい選手だったというコメントがあります。今回チャンピオンとなったセレス小林に2億回だ、チャンピオン身を引っ掛けて今度は前に出てくる。第6ラウンドの立ち上がり、左のストレート画面へ、リング中央左ボディーブロー、このラウンド立ち上がりチャンピオンが積極的、しかしロハスも打ち返してきます。このラウンド激しいラウンドとなりそうです。いきなりファイティング原田さん、はい、チャンピオンが出ましたね。そうですね、はい、返しが欲しいですよね。返し、はい、小林君の言うのは左ストレートからですね、はい、必ずボディ左ストレートですね、はい、フッカーの方が来ますよね、これは返らないんですよ、まだね。なるほど、はい、ストレートだけなんですよね、まだ単発ですか、まあ、はい、そうですね、ちょっとロハスにやっぱりうまいクリンチに逃れても分かりませんけどね、はい、
飯田さん、そのあたりはその、はい、チャンピオンなかなか連打を出せないという状況なんでしょうか。そうですね、まあ、ロハスも出させないテクニックがありますからね、はい、村山さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、そのチャレンジャーのクリンチのうまさをですね、ボリュームを、ボリュームを、さあボリューム連打、ロープに詰める、おお、こういうところで一つの勝負どころなんですね、そのチャレンジャーのクリンチをかいくぐってボディへ攻撃をしろ、そういう指示です、はい、徹底したボディ攻撃を指示しています。チャンピオンコーナー国際ジム、今度はロハスが打ち返してきました。ボディーブロー、ロハスのボディーブローちょっと低いか、これも効きますよね、逆にね、はい、リング中央に戻りました。チャンピオンのセレス小林踏み込んでいきます。左のボディーブローちょっと当たりが浅い、左、ナイス、左ストレート、さあ左ストレート返して、ここでブリーブローが決めた、あと左フックを切った、今度はミナ、さあ足跡は打ち合いになる、激しい打ち合いになる。第6ラウンドレフリーパボンが分けます。おと左、左のオーバーハンド、返しが欲しいですね、まだ単発ですか、うん、返しが欲しいですね、はい、左打ってからのその後のパンチが欲しいチャンピオンのセレス小林です。左のボディーブロー、ロハスが下がり始めました。前プレッシャーをかけます。チャンピオンセレス小林、いい流れ返ってくるんですよね。ロック、ジロック、今度は右のボディーブロー、今度はロハスが打ち返す、左、左フック、いやロハスも必死ですね、左のボディーブローです。さあリング中央接近戦になりました。足が止まっている。チャンピオンのセレス小林、チャレンジャーヘッスロハス、激しい攻防です。第6ラウンド、プレッシャーをかけます。フェイントをかける、足でフェイントをかける、チャンピオンのセレス小林、ワンツー、ワンツーだ。今度は左、積極的に踏み込んでいきます。チャンピオンのセレス小林、ロープ間際、今度は押し返してくるのはチャレンジャーヘッスロハス。リング中央まで押し戻しました。第6ラウンド残り10秒になります。右は大きいチャンピオンのセレス小林、左のボディーブロー、右、右を返した、左、左、左、第6ラウンド、ほとんど時間がない。このラウンド終盤、チャンピオンのワンツーがヒットしました。セレス小林、チャンピオン上下への打ち分け、この今の感じ、返しが欲しいですね、返し、うん、はい、ああいう風に返されるとロハスもなかなか休めないんですね。なるほど、はい、そういった攻撃を続けていけば、このチャレンジャーヘッスロハスのスタミナを濱田剛さん、はい、切っていくことになりますからね。そういうことなんですね、はい、やっぱり勝った時もこのスタイルですからね、はい、ストレートね、甘いミーフって、ね、左のストレート、いきなりの左を打ってきました。チャンピオンのセレス小林、取ることよりも難しいと言われている初防衛戦、チャンピオンセレス小林はチャンピオンになったことによって思い通りの練習ができなかったのも初防衛に失敗した人の原因だというふうに聞いています。自分はチャンピオンになった後も4月から始まった3度のキャンプ、そしてこの2ヶ月間は100ラウンドに及ぶスパーリングを含めて2ヶ月みっちりジムワークをしてきましたと自信に満ちた表情で話していました。チャンピオン、さあ左のボディーブロー、今度はセレスも打ち返してきました。やっぱりチャンピオンだっていいことも覚えてるんですからね、やっぱりいいことあったんでしょう、それを忘れちゃいけないですね、はい、やっぱり随分勝ったと思いますよ、今日もそのチャンピオンベルトを守るというのではなくて自分のスタイルを貫きたい、守るということに対して攻め込んでいきたいんだというふうに話していましたチャンピオンのセレス小林です。ボディーブローだ、ボディが画面へ、身を返した、さあロープに詰めた、チャンピオンロープに詰めた、さあ連打が出るか、セレス小林連打が出るか、ボディボディが出ました。しかしロースを打ち返してくる、ロースを打ち返してくる、激しい打ち合いになりました。ロハスも必死ですね、チャレンジャーも必死、チャンピオンも必死、右のフックです。足が止まった攻防です。飯田さん、この辺りの打ち合いどうなんですか。いや、ロハスうまいですね。うまい、どの辺りがうまいですか。いや、チャンピオンの方がこう軽く出しながら狙っているところ、はい、もうそういう軽くなったところもすぐに打ち返してきてますね。まあですから濱田剛さん、はい、はっきりとその明確な差がつくラウンドというのが少ない試合になってきましたね。だからそういう難しいパウントの取り合いというのはロハスうまいんですね。なるほど、印象に残すようなラウンドを作りますからね、はいはい、セレス小林ボディ攻撃、必要なボディ攻撃、ボディだ。だから小林とすると、はい、今の打ち合い、そういうところは勝負どころですよ、それ最後を打ち勝つということですね、はい、明確なクリーンヒットが欲しいチャンピオンのセレス小林です。打ち返されて下がるというところがやっぱりポイントを取れないところになりますからね、はい、前半からプレッシャーをかけているのはチャンピオンのセレス小林です。しかしその踏み込んでくるチャンピオンに応戦しているのがチャレンジャーのヘッスロハスです。左、左のオーバーハンド、チャンピオンセレス小林、
今度は身を返した。右から左出します。チャンピオンのセレス小林、ロハスも打ち返してきます。しかし身のリードブロー、チャンピオンのセレス、今度はボディーブローだ。左に攻めてボディーブロー、左のボディーブローが当たりました。チャンピオンの左のボディーブロー、さあプレッシャーをかける、チャンピオンプレッシャーをかける、ボディーが連打、ボディーが連打、ロープに詰める、このところで重要になった。さあロープに詰めた、左は相手になる、左中盤に激しい打ち合い、チャンピオンのセレス小林がチャレンジャーをロープに詰めて連打を打っていきました。このあたりクリーンヒットがありますね。そうですね、はい、ちょっといつもよりですね、小林大きく打ってますよね。大きく打っているですね、少しね、はいはい、もう少しコンパクトに打つといいですけどね。すでに試合は後半戦に入っています。今第1、8ラウンドのゴングが鳴りました。世界タイトルマッチ12回戦、チャンピオンのカウンターです。浜田剛さん、はい、その後半に入ってロハスがスローダウンしてくるのか、チャンピオンがペースをつかめるのかという試合になってくるんですが、ロープ際で打っちゃってますよね、はい、そこで打ち勝つということで、はい、ロハスに精神的プレッシャーもかけなきゃいけないんですね。精神的なプレッシャー、はい、そういうのをすると、ここで、はい、小林がもっと出てくるなと思うと一気にガクーンときますからね、はい、それを最後打ち返されると、はい、ロハスもやっぱり元気出てきますよ。なるほど、ロハスも下がりながらパンチを出してきます。あっと左、左は相打ち。飯田さん、はい、チャンピオンのパンチ、ボディーブロー当たるようになってきてはいるんですが、どうなんですか。そうですね、はい、やっぱり追い込む、はい、やっぱり打ち終わった後とか打ち返されちゃうんですよね。今みたいに激しい打ち合いだ、はい、なかなかポイントとなると難しいですけれども、はい、一方的にチャンピオンが手数を出すのではなくて、必ずロハスも打ち返してますね。あとワンツーだ、左のストレート、ロハス、今度は左、チャンピオン、激しい攻防です。第8ラウンド1分15秒経過。村山さん、はい、ロハスサイドなんですけれども、やはりこの中盤入ってからですね、はい、ロハスだいぶ息荒くなってきました。そうですか、はい、トレーナーの声に最初は返事をしていたんですが、その声もだんだんと少なくなってきています、はい、とにかくこのチャレンジャーのヘッス・ロハスはチャンピオンセレス小林が生まれる前8歳の時にボクシングを始めました。プロキャリア16年。さあチャンピオンが出る、ここで連打欲しいですね。連打しかしそのまた頭の後ろに首を回しました、チャレンジャーのロハス。そうですね、クリンチうまいですね、この辺りのクリンチワーク。しかしかいくぐるチャンピオン、左よしよし、ショートレンジ左が当たりました。チャンピオン、村山さん、はい、チャンピオンサイドとしては、クリンチされる前に出ていけ、コーナーに詰めてパンチを集めるという指示です。右のボディーブローです。チャンピオンのセレス小林、さあ第8ラウンド2分が経過しました。左です、今度は左、中間、さあチャンピオンワンツーだ、ロープに詰める、ここで打ち返されないぐらい、はい、手が出るといいんですね。ガムサラのパンチが欲しいです、ワンツーだ、左を打ち込むチャンピオン、下がるんじゃなくてですね、押し返してきました。もう一回前に出るんですね、はい、セレス小林、それされると一番ロハス嫌がりますからね。押し込んでいきたいチャンピオンのセレス小林、いつもね詰めた時に小林君大きいですよね、打ち方がね、パンチが大きいです、パンチ大きい、はい、もっと細かく連打してきたら面白いですよね、はい、ロハスの方も打ち返す馬力もちょっとなくなってきてますね。そうですか、はい、さあどんどん押し込んでいった方がいいと思います。押し込んでいきたいチャンピオン、さあ残り10秒になります、はい、第8ラウンド、チャンピオンが前に出る、残り10秒を切りました。右のボディーブロー、手数を返すチャレンジャー、ここで第8ラウンド終了です。時間を延長してお送りいたします。ここまでは人と自然と響き合うサントリーライオン、三菱モーター、山崎パン、積水ハウス、東洋水産の提供でお送りしました。セレス小林の初防衛戦 WBA スーパーフライ級タイトルマッチは第9ラウンドのゴングが鳴りました。右を打っていきましたチャンピオンのセレス小林、ちょっと後ろに下がりました。ヘッスロハス押し込んでいきます。チャンピオンのセレス小林です。飯田さん、はい、少しそのロハスの打ち返す力がなくなってきたという先ほどのラウンド話がありましたが、はい、
そのあたりどうですか。そうですね、まだもちろん今みたいに強いパンチも打てるんですけれども、はい、ちょっと前半の時よりも、激しくと言いますか、はい、そういうのを感じながら、あっ、1人手が当たった、みんなもいいブロー、1人ナイスライト、さあチャンピオン出る、リング中央に戻りました。一方チャンピオンのボクシングは変わりありませんか。そうですね、まだ安定していってると思います、はい、3月にこのリングでチャンピオンベルトを腰に巻いて6ヶ月が経ちました。今日が初防衛戦です。チャンピオンのセレス小林、取ることよりも、あっ、左ストレート、顔面をクリーンヒット、チャンピオンセレス小林の左が当たりました。さあ前に出る、チャンピオン前に出る、ロハスも打ち返してきます。リング中央に戻りました。今度は右からの攻撃です。右のボディーブローはチャレンジャーヘッスロハス、前半だったら必ずポイントを取りに来てた距離にいても、ロハスが逆に待ちになる時が多いんですよね。なるほど、やっぱちょっと疲れてきてるのかなと思いますね、はい、そうなりますとチャンピオンとしてはどんどん先手は取れるということですね、はい、先手を取っていきたいチャンピオンのセレス小林。リング中央、ワンツーボディーブロー、左のボディーブロー、鈍い音がこの放送席にも聞こえてきました。今度は左相打ち、足が止まりました両者。左のダブルが出ます。チャレンジャーのヘッスロハス、小林も結構パンチを食いながら前に出てるんですね。そうですね、我慢どころですよこれは。ボディーブロー、ボディーブローだ、さあボディーブロー、得意のボディーブローだ、OK、ないよ。さあ防衛できるかチャンピオンのセレス小林。第9ラウンドの変形か、初防衛へ向けて激しい打ち合いを展開していますこの試合。リング中央戻った、完全に足が止まっています。かっこいい試合はできない、綺麗な試合はできない、自分は気持ちでいくんだというチャンピオンのセレス小林。ファイティングハーサー、はい、その気持ちに変化ありませんか。いやいやいや、気持ちはもう最高ですね、もうその気持ちですよ、はい、やっぱりボクシングですかね、プロの何か勝てませんからね、はい、今みたいにワンツースリーフォーまで打ちたいですね、試合終盤になっても手数が衰えることはありません。チャンピオンのセレス小林です。第9ラウンド残り20秒になるところ、足が止まっています両者の打ち合い。左のボディーブロー、ボディーブローが当たりました。チャンピオンのセレス小林、リング中央残り10秒になった。今度は左のオーバーハンド、チャンピオンのセレス小林です。ロハスも打ち返してきます。ロハスも打つ手が止まりません。打ち返してますねロハスも、37歳、ロハスも頑張ります。第9ラウンドが終わりました。スーパープライ級タイトルマッチも残すところあと3ラウンドになりました。まもなく第10ラウンドを迎えようとしています。トモエ夫人、そしてユーカちゃんがリングサイドで応援します。今年の夏は家族のために何もしてやらなかった、だからこの試合が終わった後1週間休みを取ってハワイに行って遅い夏休みを過ごすというチャンピオンのセレス小林です。チャンピオンベルトを保持したままその夏休みを迎えることができるんでしょうか。残すところあと3ラウンド、まだこの試合ダウンシーンはありません。一進一退、激しい打ち合い、時には激しい打ち合いも含めた攻防が続いています。1980年に創設されましたこのスーパーフライ級、このセレス小林が日本では7人目のチャンピオンになりました。現役の WBC チャンピオン徳山も含めて過去6人の世界チャンピオンはこのスーパーフライ級いずれも初防衛はクリアしています。セレス小林がその歴代チャンピオンに続くことができるかどうか、あと3ラウンド、気持ちは充実しています。チャンピオンのセレス小林、足を止めての激しい攻防が続いています。村山さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、残りやはりスタミナを相当気にしています。あ、そうです。おっとマウスピースが落ちました、マウスピースが落ちました。しかし打ち合いが続きます。チャレンジャーのマウスピースが落ちたんでしょうか。ボディーブローを打っていきますチャンピオンのセレス小林。やはりスタミナを気にしているというファイティングハンさん、チャレンジャーサイドのリポートありましたが、でもここでやっぱり強く出てね、そういうところに来たら困りますからね、はい、つけ込まれますから、ロハスもバッてきましたよ、バッてきましたか、バッてきましたよ、はい、さあそうなりますとチャンピオンのセレスにとってはチャンスです。だから口も開いてきたわけですね、それでマスビーズのことになるわけですよ、はいはい、左のストレートです。チャンピオンのセレス小林、しかしあここで試合を止めました。マウスピースを戻します。何しろこのヘッスロハスはこれまで12年以上浜田剛さん世界ランカーとして活躍していたわけですから、だから相当な練習と節制をしたということですよね、はい、自己管理が相当できてないとできないですからね、はい、
最初に世界チャンピオンになったのが89年です。以来12年3ヶ月世界ランクを保持しているチャレンジャーのヘッスロハス、左を打ってきました。おっと左が相打ち、セレスのカウンター気の左、右をつける左、いやロハスも疲れながらよく打ちますね。はい、ボディーブローを打っていきます。ボディーブローを打っていきます。辛いですよここはね、チャンピオンのセレス小林、はい、ただやっぱりあのロハスも出てきてんからいいんですよ、手出してんからね、はい、これ手やめたらもうセレス小林君がやっぱり一方的になりますよ。はい、さあリング中央だ、踏み込む、チャンピオン踏み込みます。ロハスも手を返してくる、さすがですね、右を引っ掛けたチャンピオンのセレス小林、左のボディーブロー、ワンツー。ロハスはもうコンビネーションが体に染み込んでるんだと思いますね、はいはい、相手の動きに合わせても自然に手が出ていたんですよね、何しろロハスはアマチュアで100戦、そしてプロでも今日が48戦目という経験があります。一方チャンピオンのセレス小林は今日が31戦目、左は空を切りました。第10ラウンドもほとんど時間がなくなった。ボディーブローがヒットしたところで第10ラウンド終了です。少年の事件簿は9時20分からお送りします。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオンセレス小林の初防衛戦、今日が通算9回目という世界タイトルマッチ、チャレンジャーヘッスロハスを横浜アリーナに迎えての一戦です。残すところあと2ラウンドになりました。第11ラウンドのゴングです。浜田剛さん、はい、中盤以降チャンピオンが非常に押していまして、はい、クリーンヒットが多くなってきたようにも見えるんですが、どうなんですか。まあ、まさにそのところですね、はい、だからあの苦しい状態はありますけどね、あの、はい、あの小林も打たれながら打っていると、だから最後打ち勝ってるわけですね、はい、それだからいいんですね、はい、これで最後打ち返されるとロハスペースに乗りますからね、はい、うまく休みながらっていうのも、うまい選手なんですけど、はい、ちょうど休ませない状態を作れている状態なんですね。ボディーブロー、はい、そうなりますと飯田さん、はい、その初防衛を決定的なものにするにはあと2ラウンド、はい、チャンピオンにはどういうボクシングを望みますか。そうですね、やっぱりあの自分から待ちにならずに、はい、今の調子で攻めていって、はい、手数でも上回るようにしていけばいいと思いますね、序盤はヘッスロハスの手数の多さが上回ったラウンドもありました。ファイティング原田さん、とにかくそのいい印象を与えて、もし判定になった場合でも、そうですね、それには、ね、やっぱりあの小林君とはやっぱりワンツースリー連打欲しいですね、はい、連打、でもそれがやっぱりロハスの上手いところですね、すぐに抱え込まれて次打たせませんもんね。でもそれをやっぱり振り戻っていくようなね、見せてもらいたいな、はい、ボディだ、ボディの連打、ボディの連打、はい、もう一回チャンピオンが前に出る、プレッシャーをかける、逃がすな、逃がすな、押し返してきましたチャレンジャーヘッスロハス。いやしかしこのチャンピオンの足元を見ますとね、あとはボディブロー、右足のリングシューズがもう黒く色が変わっているんですよね。そうですね、ですからかなりこれ踏まれてるんじゃないですか。そうですね、それはありますね、印象がありますね、今みたいなあの頭をつけての打ち合いになるとですね、はい、随分あの前足同士はぶつかりますから。そうですよね、はい、左側へのチャンピオンに対して右側へのチャレンジャーです。ですからチャンピオンの右足、そしてチャレンジャーの左足近くなります。ボディブロー、ボディブロー打ってきた、チャンピオンのボディーブロー、リング中央、足が止まった、ナイスオッパー、ナイスオッパー、残りのラウンド、残り1分になります。共に KO 負けがないというタフな両者の打ち合い、終盤第11ラウンド、小林も頑張るところですよ。さあ、初防衛へ向けて、踏ん張りどころを迎えました、チャンピオン、頑張るところですよ、第11ラウンド、終盤を迎えました、あと、右足が当たった、押されちゃいかんですよ、チャンピオンが後ろに下がっている、ロハスが前に出る、頑張るところですよ。さあ踏ん張りどころ、チャンピオンの踏ん張りどころ、リング中央激しく手数を出していきます。チャンピオンのセレブス小林、ボディから顔面へ、あーしかしロハス出てきましたね。おっと左右サイド、チャンピオンも頑張る、ロハスも頑張る、いや頑張る、激しい打ち合いだ、ね、激しい打ち合いになりました。さあ連打、チャンピオンの連打、チャンピオンの連打、打ち負けるな、チャンピオンの連打、左から右を出してチャンピオン、その前でタイトル初防衛なるんでしょうか、チャンピオンセレス小林、37歳、
3人の息子を持つ父親でもあるヘッスロハス、自ら失ったタイトルをベネズエラに持ち帰るのか。さあいよいよ WBA スーパーフライ級タイトルマッチラストラウンドのゴングが鳴りました。大歓声の横浜アリーナ、ロハスがいきなり出てきた。残すところあと3分です。チャンピオンスレス小林、左タイトルラウンドグローブつけなきゃいけなかったんですけどね、いきなり出てきましたね。村山さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、はい、とにかく前へ出ろという指示ですね、はい、このラウンドを取った方が勝ちだというふうに見てます。なるほど、ということはその陣営も非常に微妙な、そうですね、はい、もうこの回1回ですからね、しかし前へ出るプレッシャーをかけ続ける自分のスタイルを貫き通したチャンピオンのセレス小林、しかしそのチャンピオンに連打を許さない。老快なテクニックを随所に披露しているチャレンジャーのヘッスロハス、左デモンストレート。さあロハスも出てくる。しかし最終ラウンド、まさかロハスがこれだけ出れると思わなかったですね、37歳のチャレンジャーロハス。チャンピオンのセレス小林、ここは押し負けてはいけない。ちょっとセレスがですね、中盤相当手出したんで、はい、打ち疲れたところなんですよね。あ、そうですか、はい。さあしかし最終ラウンド1分経過した、残り2分を切りました。チャンピオンセレス小林、初防衛を受けて残すところあと2分を切っています。最終ラウンド激しく左を出す、右を出す。セレス小林、足が止まっている。もうこれ1回ですからね、はい、もう打って打って自爆してもらいたいな。取ることよりも難しいと言われている初防衛戦のリング、ちょっと時間に前へ出るチャンピオンセレス小林、接して場内からセレスコロール、1分30秒になりました。一般レフリーパボンが分けます。フリー、大きな左を出しましたチャンピオンのセレス小林、2回フリー前へ出る、ワンツーだ。ボディ攻撃をしていきましたチャンピオンのセレス小林、しかしひるむことなく打ち合ったチャレンジャーのヘッスロハス。さあ残り間もなく1分になります。 WBA ルールでは最終ラウンドも終了間際のダウン、ゴングに救われることはありません。あとワンツー、チャンピオンがワンツーを受けた、チャレンジャーのワンツーだ。さあしかしセレスも打ち返す、チャンピオン打ち返す、残り1分を切りました。チャンピオン相当苦しいですね、はい、もう本当に精神力で、はい、絶対に守るんだという気持ちで言ってますね。自分はかっこいいボクシング、綺麗なボクシングはできない、気持ちだけなんですというチャンピオンのセレス小林、顔はかなり赤く腫れてきました。しかしプレッシャーをかけ続ける、踏み込むことを忘れませんチャンピオンのセレス小林。しかし頭をつけてきたチャレンジャーのヘッスロハス。さあ残り30秒、ラストラウンド残り30秒を切りました。両者かなり消耗戦になりました。中盤は激しい打ち合い、チャンピオンのボディーブローがヒット、連打を見せるシーンもありました。しかしロハスも最終ラウンドまで果敢に打ち合います。さあラストラウンドの残り10秒になる。さらにクリーンヒットを取るのはどうするか、時間がほとんどありません。このまま判定になるのか、激しい打ち合い、試合終了。勝負は判定です。ありまして結果が発表されます。ただいまの採点をお知らせいたします。セレス勝ち、ジャッジ宇部大江戦116対114、セレス小林、ナイスセレス。ジャッジメタルのビザロボス116対113、ロハス。おっとパナマのビザロボスさんはロハスに1票。ジャッジピニットプレイサブ115対113、勝者赤コーナーセレス。でも本当にやっぱり頑張りですね、前よりは僕は良くないと思いましたよ、はい、大振りだし連打もなかったけど、でも良かった。今娘の優香ちゃんがリング上に上げられまして、父親でもあるセレス小林に祝福のキスを送りました。浜田剛さん、はい、判定割れたんですけれども、チャンピオンの防衛どうでしたか。いや苦しい試合ではありましたけど、まさかですね、はい、ヘッスロハスの方が最後11、12、あれだけ打ってこれると思わなかったですね、はい、もう完全にスタミナなくしたかなと思ったら、まだまだ余力残しながら打ってきたというのはさすがベテラン、練習量でしょうね、はい、飯田さんはこの試合どういうふうに振り返りますか、はい、そうですね、本当に
浜田さんおっしゃった通り、あれだけ後半最後の11、12で出てくるとは思わなかったん で、はい、でそこでもう本当にチャンピオンの方も苦しいところでよく頑張ったと思います。はい、2対1のスプリットディシジョンでセレス小林厚防衛に成功です。見事初防衛成功しました。セレス小林選手です。おめでとうございます。どうもでした。いや苦しい苦しい我慢我慢の初防衛でした。いやうまい。今日は僕がボクシングのレッスンを受けた感じですね。はい、さあそしてでも優香ちゃんとの約束果たしました。優香ちゃんいますよ。優香おいで。優香分かったよ分かったよ。ゆうかちゃん、パパにおめでとう。おめでとう。ありがとう。パパかっこいい。ありがとう。ありがとう。どうですか今のお気持ちは。もう正直途中からは全く採点分かんなくて、なんか攻めをするとクリンチ、行こうすると右のボディ、全部ローブローなんですよあれ。全部ローブローなんですけど。